おはようございます。釣り子 TV です。これ、ボトムアップビーブルの解剖の2分の1オンスがね、釣り具屋さんに並んでましたよ。ね、早速買ってきてみたんですけど、まずね、ビーブルで嬉しいのが、これ価格がね、こんだけアイデア満載で、まあいいパーツ使われていて、1250円っていうことで、ね、スピナーベイトでもね、ちょっとしたやつとかね、結構、あ、高いなーなんていうのもね、多いかなーっていうところですが、最近はね、この、まあ1000円ちょい、もしくはまあ1000円前後で買えるね、いいスピナーベイトってほんと多いですよね。まあ最近だとダイワのスティーズスピナーベイトなんかね、本当1000円ぐらいで買って、まあめちゃくちゃよくね、使いやすい釣れるなぁなんていうね、印象があったんですけども、このね、ビーブルもめちゃくちゃ釣れるんだけども、価格もそこまで高くない。かなっていう感じでね、お気に入りで、買ってるんですけども、今までね8分の3オス大体まあ 10g 前後のモデルねのみだったはずなんですけども、で2分の1オスもね当初からまあ作ってるよみたいな情報はあって、で釣り具屋さんに行くたびにね、あれ2分の1ないかなーなんてね覗くんですけども、なかなかね手に入ることがなくって、で今回ねこの2分の1が出たっていうことで、早速買ってきてみました。まずはねこんな感じで、まあパッケージはまあねビーブルのパッケージっていうことで、ここに特徴的なブレードがねついてるんですけども、それをこの台紙に当てはめると、ちょっとねこう角度がずれちゃった時とか直すことができるようなんていうね、そういうパッケージにまずなっていて、でまあねこの2分の1って表記がねすごいね分かりやすくね、ついているので、選びやすいんじゃないかな。パッと見た感じはねそんなにサイズ感変わらないかななんて思ったんですけども、まあね早速ちょっと開けていきたいと思います。でねカラーはね、スモーキンシャットね、これなかなか8分の3オンスでもね店頭に並んでんの見ないね、スピナベサイトっていうのでねすごい効くカラーだよなんつってね、見かけたら買いたいなーなんて思っていて、で今回だぶんこれ出たばっかりだったのかな、このね欲しかったねスモーキンシャットねあったんで買ってみましたよ。で、まあ台紙は外して、これ台紙を捨てないで取っておけば、あ角度がねこう裏に書いてあってお直ししやすいよっていうことなんで、でここを取って、はい出てきましたが、まずはこっちね、ほらここにねこんな感じのワイヤーの角度ですよっていうね、こういったね分かりやすいねこういうのがあるね、でここにブレードはめて、でもって角度直せる。ね、まあこういう台紙になっていて、はい、スモーキンシャット2分の1オンスのビーブルってことで、こんな感じですね。まあまあビーブル自体はねもうね結構前に出ているので、じゃあね8分の3オンスとどう違うかちょっとね見てますかね。これずっと使ってる8分の3ですが、パッと見は、ほとんど一緒ですね。2分の1になったからといって、電ごっつくなったり大きくなったりっていうことではなくて、まあこっちはね、ちょっとこういう感じでトレーラーフックもついちゃってるんですけども、大きさは変わらないってことは、あ、そうですね、この、頭のところをよく見ると2分の1オンスの方がちょっとね太くなってるのかなーと、こっちが2分の1でこっちが8分の3オンスっていうことで、でパッと見はちょっとね見分けがつきづらいっていう、そんな時にここですよね、ここ、このねここに重さ書いてあるんで、ここ見て、あこっち2分の1だなーとか、こっち8分の3だなーなんてね、すんごいわかりやすくね、ここにね、書いてあるんで、まあ、ここ色剥げることもそんなないと思いますんで、パッと見はこう、ね、ほんと、同じようなシルエット、ボリューム感なんで、で、手で持ってもね、まあ、
こっちが2分の1って分かってたら分かるんだけど、なんだろう、もうね、そっくりだなっていう時は、まあ、ここを見て、あ、よし、8分の3でいこう、よし、2分の1でいこうって、こういう風にね、選んでいけばいいんじゃないかなっていう感じですが、まあ、改めもって、まあ、特徴がいろいろ書いてありますが、ここにあるね、この特徴的なブレードが、まず、スプリッターと、横振動の発生源となるっていうことでね、特許技術だよっていう風に書いてありますけども、でブレードもね、オリジナルのね、ブレードがこんな感じのね、装備されていて、でボディはナチュラルシェイプかつ泳ぎの安定性に優れる低重心ヘッドね、ここね、低重心ヘッドで、でこれ、ね、針がね、そうね、いい針がついてるんですね。この針、強力な刺さりのいい針が貫通性を高めるフッ素コートフック採用、トレーラーフックありなし両方に対応する絶妙なシャンク調に設定ということで、でこのビーブル自体の特徴としては、スプリッターが横揺れを発生、まるで小魚が身を震わせるようなスカートの生めかしうねりがバスを惑わす、アングラーの手元にカリカリっと伝わる心地よい引き感、水平に近い姿勢で泳ぎ、フックがスカート内に隠れつつ、フックポイントが若干斜め上を向くナチュラルさと高いフッキング性能を両立した理想的なスイミング姿勢、スローからファーストまで幅広いリトリーブスピードで優れたバイト誘発力を発揮っていうような感じのことがこのね、裏に書いてありますけども、まあほんとね、去年ね、あの8分の3オンスはなんかね、困った時によく釣れてくれたなっていうね、霞ヶ浦で釣れなくて困ったな、スピナメでもやってみっかなんて時とか、あとは、房総のダム湖で、あ、最近スピナベ投げてないな、チラって投げたらすぐ釣れてくれたりとか、本当にね、小粒でね、優等生なスピナーベイトで、このギミックがあることによって、まあちょっと深他のスピナーベイトと少し違う動きをしてくれてるのかななんていうね、そういう感じですけども、まあね、ちょっとね、これ2分の1オンスも出たので、じゃあこの8分の3と2分の1どんな時に自分の中で使い分けてるかななんて想像すると、そうですね、まあ基本はボートで投げて釣る時は8分の3 10g 前後をね、使うことが多いかななんて思います。で、2分の1は、あ、結構ね、まあシルエットは似てるんですけどね、やっぱ重い分、飛ぶんで、おかっぱりでスピナーベイトを選ぶっていう時は、あ、限られた足場でね、広範囲を探りたいっていうことで、2分の1を選ぶことが多いかな。で、あとはもう単純に、底付近を、まあ、ボトムに当てながら、まあ、スローローリングってわけではないんだけど、まあ、底付近でちゃんとゴリ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 ね、感じながら、まあ、ここの低重心ヘッドのここら辺が剥げながら、底付近を探りたいな、なんていう時は結構2分の1とかを選ぶことが多くて、8分の3はもっと、なんていうかな、テンポよく、こう、投げて、さーってね、投げてザーってね、そこまで沈めないで、どん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 手返しよく打っていくっていう時に8分の3前後を選ぶことが多いかなっていうね、そんな感じですかね。あとはまあなんだろう、こんだけねシルエットが似ているっていうことで、もう単純にその使い分けることによって、その日魚が当たりの出やすいねレンジ、を同じような感覚で探ることができるようになってくるんじゃないかなっていうことで、そういった意味ではまあ最初8分の3から始めて、で一通り流して当たりが出なかったらこう2分の1に変えて、同じ感覚で1個下のところをこう引っ張ってくるとかね、そんな感じで使い分けていくようになるかな。あとは結構5つ目のタックルで、でもスピナーベイト投げたいなーなんていう時、実はね、先日、これね、ちょっと、強めのタックルでビーブルね、でもなんかスピナーベイト投げたいなって時に投げたんですけども、やっぱりね、8分の3だとちょっと糸が浮く
瞬間が多いなって、ちょっとあのコントロールね、ミスると、バックラッシュまではいかないんだけど、あらちょっとミスキャストみたいになることがあるね。そんな時にまあ2分の1を選んで、少し16ポンドとかを深溝スプールのね、リールに巻いて、テンポよくね、リズムを作りたい時なんかは2分の1を選ぶかな。ちょっとねめちゃくちゃ釣れるんだけど、やっぱり8分の3オンスだから、あーちょっと今日の使ってるタックルだと投げづらいななんて時に、この多分2分の1を選ぶことが多くなってくるんじゃないかな。まあそのレンジの使い分けに関してはね、本当あの大好きなジグストなんかでもそんな感じで選んでいて、例えばあのデプスのコンツアージグで8分の3とか2分の1とか4分の1とかね、いろんな重さがあるんですけども、リズムは一緒で、そのルアーの重さを変えることによって、泳ぐレンジを変えて、でその当たりが出るね、やつを探っていくっていうね、まあそれスピナーベイトでも同じ感じで使い分けたりすることがあるなぁなんていうところですね。であとはまあせっかくこのスモーキンシャッドっていうね、色を買うことができたんで、去年ね覚えたくてね、結局なんだかよくわからなかった釣り方にスピナーベサイトのね、釣りがあるので、まあねこれでね、なんかこの色スピナーベサイトにはこの色いいよなんていう風にカラーの説明のとこにも書いてあったんで、これをちょっと見えバスとかに放ってね、そういう釣りも覚えていきたいななんていう風に思ってますよ。まあ何にしてもね、こんな感じで新しく出てて、まあまあパッケージはねこうバッてね書いてあるんだけども、シルエットはね8分の3と非常に似てますってことで、まあこの横幅のところでその重さの違いを出してきてる。ただね実際に釣り場で使ったらね、その見た目以上のね違いなんかが、あるんじゃないかな、発見があるんじゃないかななんていうふうにも思いますので、引き続きね、あの春のねこの時期ってのがね、スピナーベイトなんかすごいね、好印象ね、この時期に投げたいななんていうルアーの一つなんで、まあどこかね得意なフィールドに行ったら、使ってみてね、2分の1こんな感じでしたよなんてね、どんどんお伝えしていければななんていう風に考えております。というわけで、本日の釣り GO TV はこちらですね、待ちに待った、ボトムアップビーブルね、2分の1オンス、これがついに店頭に並び出してますよ、こういう動画でした。はい、釣り GO TV でした。